こんにちは、ドアロップです。今回はこちらのデザインの施術風景を動画にしてみました。ネイルサロンに行ったことがない方など施術の流れを動画で参考にしてみてください。まず消毒していきます。で、こちらのお客様は前回つけてらっしゃったジェルネイルがついていたのでマシンでこのようにオフをしていきます。今回はベースを1層残して地爪までヤスリを当てないフィルインという方法でジェルオフをしていきました。ジェルのオフができたらニッパーで長さを切っていきます。この時お爪の裏の皮膚にまで当たってしまって痛いっていうことがあるので、もし痛みを感じたら遠慮なくネイルサロンの方に伝えてあげてください。ざっくり長さを切ったらヤスリで形を整えていきます。今回のお客様は丸い形とのご要望だったので丸い自然な形で整えていきました。で、10本形を整えた後に柔らかいスポンジバッファーでお爪の裏についたバリを取っていきます。お客様に10本長さ形を確認していただいて OK が出たらお爪の表面をヤスリで軽く削っていきます。こちらのヤスリがお爪に当たって摩擦で熱いってなってしまうこともあるので、もし熱かったら遠慮なくネイリストさんに伝えてあげてください。スピードを調整すると熱さがなくなります。で、ヤスリを終わったらキューティクル周りを押し上げていきます。10本終わったらダストを払っていきます。ジェルのオフが終わったらお客様とデザインの相談をしていきます。こちらのお客様は親指のデザインを薬指にしたいとかマグネットジェルを使いたいっていうご相談を受けました。デザインの相談が終わったらお爪の油分水分をペーパータオルで拭き取っていきます。ジェルをのせていきます。ジェルは透明なベースジェル、色がついたカラージェル、また透明なトップジェルの3層にのせていくんですけども、まずはジェルの密着をお爪と良くするためのベースジェルを10本のせていきます。で、ライトに固めていただくときに熱かったらライトから出していただくと一時的に熱さが収まるので、熱いと感じたら遠慮なくライトから出していただいて大丈夫です。カラージェルをのせていきます。今回のデザインは以前の動画で垂らし込みネイルという動画を上げているので、よかったらデザインの作り方動画も見ていただけるととても嬉しいです。まずはアートするお爪に白いカラージェルをのせていて固めていきます。固め終わったらネイル用のインクを爪にポンポンと置いていきます。この広がり方がすごい綺麗で可愛いですよね。こちらのネイル用のインクはジェルではないのでライトに入れて固める必要はないです。紫のせ終わったら青のインクをポンポンとのせていきます。で、左手はちょっと色味を変えたいということだったので紫ではなくオレンジ色と青色の垂らし込みで作っていきました。次にゴールドラインをジェルで引いていきました。こちらはお客様にライトに入れて固めてもらいました。はい、楽しい楽しいシール選びのお時間です。デザインに合いそうなシールを実際にお爪の上に合わせてお客様に選んでもらいます。違う種類のシールですとか色違いのシールですとかいろいろ合わせてお客様にぴったりのシールを選んでいただけます。はい、決まったそうなので決まったシールをピンセットで取ってペタッとお爪に貼っていきます。向きもお客様に確認して貼っていくので、なんか右向きがいいとかご要望があったら遠慮なくネイリストさんに伝えてください。シールはジェルではないので貼ったままですね、ライトに入れなくても大丈夫です。で、こちらのお客様の強いご要望だったマグネットカラーをのせていきます。マグネットは磁石を当てると斜めにラインがつくのですごい可愛いですよね。で、色味も確認しながらいいですかっていうのを確認して大丈夫ですって OK をもらえたらライトに固めてもらいます。で、最後ツヤ出しのトップコートを10本乗せていきます。トップコートは透明なクリアジェルになります。こちらのトップコートも結構ライトが熱いってなるお客様が多いので、熱さを感じたら遠慮せずライトから出してあげてください。こういうアートデザインの場合、右手をライトに入れて左手をライトに入れて、で、右手をライトに入れないで左手をライトに入れて、結構ややこしいんですけども、全然間違えてライトに入れる方も多いのでそこは頑張ってください。
でトップコートの背わたで未硬化ジェルを拭き取って、で最後先端を軽くヤスリで整えると完成になります。あ、最後おしぼりでお爪全体を拭いて、でお客様に仕上がり凹凸触った感じを確認していただいて OK をもらえたらオイルで保湿していきます。オイルで保湿していくと完成になります。はい、完成しました。今回はネイルサロンに行ったことがない方など施術の流れを参考にしていただけたら嬉しい動画になります。ありがとうございました。